変です。はい。でですね、長く生徒さんと、そうやって、付き合うということは、もしかしたら2歳、3歳から、教室に入ってきて、結婚して、子供が次の自分の子供を連れてきてくれるぐらいの、付き合いができたらすごい素敵じゃないですか。ね、それが皆さんの、生徒さんという宝物が増えることなんじゃないかなと思うんだけども。で、その長くいるためには、やっぱり上達の度合いに合わせた、指導ができないと、それはちょっと難しくなりますよね。ね、中学生に、フラッシュカードとかってやってるわけにはいかないわけですよ。ね。なので、ここでやっぱり必要なことっていうのは、その上達をさせるために、じゃあ、どういう指導をしたらいいか。ね。最終的に、本人が、やっぱり、この間言ったね、3つの楽しみっていうのをお話ししたんですけどね。継続の楽しみ、それから瞬間の楽しみ、そしてね、乗り越える楽しみ。で、これがですね、一番、乗り越えるっていうのは、ちょっと、なんていうのかな、辛いとか、厳しいとかっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけども、確かにちょっとは大変かもしれない。でも、一つその乗り越えさせてあげたら、それはもう本当にその人の力になって、それが、他のね、別にピアノの中だけじゃなくて、社会に出ても、いろんな荒波があっても乗り越えられるよっていう力をつけてあげることができるわけですよ。なんで、それがいつもいつもハードルが小さくて、いつまで経っても、例えば極端な話ですけど、ブルグミューラー以外はあまり先行きませんとかって言うと、やっぱりそこに喜びがなくなってくるんですよね。だからある程度やっぱり人間のその持ってる本能的な欲求っていうのが、やっぱりちょっとチャレンジしていく、難しいものにチャレンジして、そこで乗り越えた時に嬉しいって思う。なので、難しい曲をチャレンジさせる力っていうのを、つけさせてあげる。そしてね、今言ったみたいに、その先を見据えた指導力なんですよね。もうこの子が、将来、ここまで弾けるよね。リストの子が、例えばカンパネラまで弾かせてあげたいとか、もっと難しい曲を弾かせてあげたい。じゃあ、そのためにやっていくことは何だろうなっていうふうにして考えていくと、一番ですね、脱力っていうのがね、そこで関わってきちゃうんですよ。で、このね、力の入る仕組みを知るっていうことと、今日今ね、どういうハッピートレーニングっていうのをやりたいなと思っています。はい。でですね、生徒一人一人に寄り添うために、で、生徒一人一人が違う進歩であること、ね、もちろん違う人間であること、が違う手を持っていること、ね、そして、成長の度合いが違うということ、ね、男女も違えば、もちろん年齢も違うでしょう。なので、この人にとって何が足りないのかな。で、良いところはどこかな。で、何をプラスしてあげたらいい？で、この考え方がすごく大事で、何かっていうと、できないところにどうしても注目してっちゃうんですよ、人間って。で、この子はこれができないから、これを引っ張ってあげなきゃいけない。で、それがあまり良くなくて。これができる、このできてるものをもっと伸ばしてあげたら、自然とこのできないものもつり上がっていくんだっていうふうにして、思ってあげないと、ほら、これできない。だから頑張りなさいって言うと、この子にとっては不得意なことをいっぱいやらされるってことなんですよ。嫌でしょ。例えば皆さんにこれから毎日お裁縫の勉強してくださいって言って、1日ボタンつけて言われたら、どう？ 同じなんですよ。だから、いかに良いところ、ね、この子はこれはできないっていうのは分かってるけど、でもこれができるから、じゃあこれを伸ばしてあげようかなとか、いうふうにして持ってってあげるということですね。そして、力の入る瞬間を捉えていくのが上達への近道です。だから、どこでこの子がキュッてなるかっていうことです。例えば、今言ったみたいに、初見をさせると、もうすっごい時間が、楽譜をね、与えると、宿題なかなかできないけど、でも、出来上がったら、すごく楽しそうに弾けるんだよねっていう子もいるかもしれない。あるいは、リズムとかがなかなかうまくいけない。リズムが、だからうまくいかないところでギュッてなっちゃう。このギュッてなってるところをちゃんと捉えて、この子リズムがあんまりうまくいってないんだなとか、
体でそのリズムを捉えるのが難しいんだなと思ったら、まあ、さっきみたいなそのハッピートレを使ってみるとかですね、なんかそういうふうな、まあ、あるいはまあ皆さん先生たちね、ベテランでいらっしゃるからいろんなメソッドを持ってらっしゃると思うので、そう、あ、ここのところをこの子に補ってあげよう、だけどできないからっていうことよりも、そのできる部分を伸ばすため、伸ばしてあげつつ、まあ、それもちょっと補充していってあげるみたいな考え方の方が上達するかなと思います。でまずは先生たちがまずは自分が楽しむことです、ね、自信を持ってくる、はい、そして力を抜いてくださいということなんですが、はい、